TBS ラジオも A&G でやっていたのに、本日のイベント司会を務めさせていただきます日本放送アナウンサーの吉田久典と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。事情がお分かりの方とそうでない方でリアクションに大きな違いがある、それはとてもよく分かります。そうなんですけれども、今日ですね、ここ出てきて思いました。素晴らしい男子率会場にいるやつ誰一人としてアイエス動かせねえみたいな状態で、本日動かせますか、多分それ物理的に気合で動かしてるだけみたいな方が非常に多いと思いますけれども、さて、本日はですねお集まりいただいた方なんですけども、ご応募いただいて、こちらに今日来ていただいてるわけじゃないですか。なんかですね、倍率かなりとんでもないことだったみたいです今回。なのでありがとうございます。今日ここに来ていただいてる方、非常に運のいい皆様にお集まりいただきました。ありがとうございます。ただですね、こういう系統のイベントになってよくあることなんですけど、こう当選した人しか来てないから、基本的に今日ここに来てるけれどもお友達とじゃなくてたった一人で来たっていう人が今日かなり多いはずですよね。はい、わかります。みんなで神様道図の CM を見ている時のなんかよそよそしいあの感じ、一人で来てるんだなっていうのはすごくよくわかりましたけれども、今日一人で来ていたとしてもですよ、隣にいるメガネの男性も基本的には皆さんお互いに IS を見てる人ばかりでございます。ということはですね、同じ時間帯に木曜日の深夜にみんなニヤニヤしてた人ばかりのはずなわけですよ。よろしいでしょうか。先ほどまでのよそよそしい空気は捨てていただきたいと思います。ここにいる人たちは男の中の男が集まってると思って、本日のイベントいい感じでございます。そうなんです。だから一番初めのところですか、皆さんは盛り上がっていいのかな、どうしようかなっていう気持ちで一つついてきてましたよね。ここから先なんですけれども、一切何も遠慮することはございません。だいぶいい感じになってまいりました。そうなんです。ここからキャストの方がガーって登場するじゃないですか。当然セリフとかなんか言った感じでその後バーって出てきますよね。でその時になんかタイミングがちょっと遅れてあーって感じじゃなくて、出てきた瞬間にうわーって全然構わないわけですから、そういう準備ができてから専用気持ちの皆様に登場していただきたいと思っておりますが、だいぶできてきましたけどちょっとまだ遅いですよね。皆さん、キャストの方が登場してテンション上げる準備はできてますか？もう一回行きましょう。準備いいですか？それでは始めてまいりましょう。キャストの皆さんに登場していただきましょう。私が優勝したら付き合ってもらう。私エリート中のエリートですから。料理が上手になったら毎日酢豚を食べてくれる。いちかの、いや、みんなのエッチ。貴様ら全員、私の嫁にする。異論は認めん。男で IS が使えるのはこの俺だけだ。なんでなんでありがとうございます。さあ、会場中にうっちかわいいよという声が流れる中で、今日登場していたキャストの皆さんにまずは一言ずつご挨拶と意気込みとお伺いしていきたいと思います。まずは氷笠陽子さん。皆さん元気ですか？今日は盛り上がっていくぜ。篠田の放棄役の氷笠陽子です。よろしくお願いします。
ないように前の人ね、前の人潰れないように、ね、前すごい圧力になってますからね、はい、それでは続いてお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。セシリア・オルコット役のゆかなです。今日はよろしくお願いします。皆さんニーハオ。ニーハオ。2組だけど来ちゃいました。ファンリー役者もの遊びです。今日はみんな楽しんでいくぞい。よろしくお願いします。皆さんウィン。すごいね、ありがとうございます。フランス語が思いつかなかったんです、すいません。今日は盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。穴澤です。はい、皆さんグッデンタック。皆さん全員私の嫁になる準備はできてますか。だが断る。井上まりなです。よろしくお願いします。皆さん元気いいっすね。あーすごい、僕も元気出して頑張っていこうと思います。織村一回子やらせていただきました、内山幸喜です。今日はよろしくお願いします。なんでうちばっかり。ひかささん思いっきり。なんでうちばっかり。しょうがないですよ。だってあの内山さんとかって今あのこう Google で検索するじゃない。そうすると内山幸喜ブログ、内山幸喜ウィキとかの次に内山幸喜ハーレムって言葉が出てくる。すごいですよね。なんでしょうね。いやということで今日はもう全ての全員の魂はあなたに乗り移ってるものだと、思わせていただきます。わかりました、内山さんよろしくお願いいたします。はい、さあということで今日はですね、この豪華メンバーでインフィニットストラトスワンオンフェスティバルをお届けしていきたいと思いますが、これ台本に書いてあるんですけども、最初に言っておきますが、今日は長丁場でございます。よろしいですか。すでに前の方とか1時間経って待ってるんですけど、全然大丈夫ですか。元気、終電は逃さないでほしい。オッケー、わかりました。皆さんのその気持ちは十分に受け取りましたので、たっぷり本日はやらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではあのキャストの皆さんはどうぞおかけいただいて、ここからお話し付き合っていただきたいというふうに思っております。さあそれでは皆様にご着席いただいたところで、まずはこんなコーナーをお届けしたいと思います。印象に残っているシーン、略してIS。 素晴らしいです。このベタに対してもこれだけの温かいリアクションが返ってくる本日の会場ということで、今回ですね、事前にあのキャストの皆さんにインフィニットストラトスでご自身のキャラクターが出演している中で印象に残っているシーンをこう挙げていただいております。すごいね、なんか突然さっきまであれだけ盛り上がっていたのにいきなり大学の講義みたいな感じになるね。すごいね。いやでも正しいです。トークパートはそれでじっくり聞いていただいて、後で皆さんが持っているあのその光る棒を活躍させるシーンがいつか今日来るはずですんで、光るところのまではじっくりこうやってゆっくりついてきていただければというふうに思っておりますが、さてそれではですね、今日のあの印象に残っているシーンなんですけど、それぞれのキャストの皆さんのこう選ぶところが被っちゃってももったいないので、ご自分のキャラクターが絡んでいるところをすべてお選びいただいたということになっております。それではまずはひかささんから。はい、なんでものすごいびっくりしました。あ、びっくりしました。いやでもあの、はい、聞いてます、ちゃんと聞いてます。聞いてますか。話は私、はい、聞きますよ。話は聞きますか。何ですか次は。なんで多分会場1400人いて、さらにキャストの方がこれだけいて、分かってなかったのは多分ひかささんだけだと思う。次行くの確実に。分かってた、みんな分かってた。なんでみんな無視すんの。でもちょっと楽屋でもなんかこう、うん、ちょっと今日ひかさんには絡まねえからみたいなこと言われたんですよ。そんなことないよ。そんな協定ができてたんですか。そんなことないですよ。結構頑張って絡みましたよ、ね、頑張ってたんだ。頑張ってたんだ。頑張ったよね、はい、みんなね。頑張りましたよ。頑張ったよね、はい、うっちーとか。ちなみにもう私が印象に残ってる衣装。あ、印象に残ってる衣装。アイアイだよ、そうすると、ええ、花澤香菜のあの儚い鹿。これ誰か確認して。
服をディスるのやめてもらってもいいからこれで IS のラジオでもなんか履かないぞ着てきて今回履かない鹿を着てきてますここれねこのこれとかねかわいいよかわいいよでしょ違うんですあのいいじゃない自分の好きな服を着ればさ許して履かない鹿が好きです鹿が好きです印象に残ってる鹿ですそうあ印象に残ってる鹿無理やりだよそれさあということで全12話の中で鹿が出てきているシーンがあったのかなかったのかヒカスさんが選んだ IS 行ってみましょうまずはこちらでございますどうぞ僕も準備 OK だよいつでも行ける待ってくれ行くというのか命令違反ではないのかだからあんた今戦うって言ったでしょお前はどうする私私は戦う戦って勝つ今度こそ負けはしない決まりね今度こそ確実に落とすわあ真面目なシーンでしたねさっきまでしかしか言っていた方が選んだシーンが仕方ないおやうまい。うわうまい。褒めたんだ。うまい。頑張った。何そののっそりした拍手。どうまい私どうまい頑張る。しかもあのここ鹿について語るシーンじゃなくてあくまで第11話のゲットレディーからの今のシーンについてここは語りたいところですからね。はい。語りたくないみたいになってますよ大丈夫ですか。むしろ鹿の話がしたいみたいになってますけど。今回は思い悩んでいたホウキが叱咤激励されてまあもう一回やる気を取り戻すシーンというか。そういったシーンでございますけれども、はい、これをヒカスさんが選んだ理由というのはそうですねやっぱ今までこう、イチカのことがすごく好きで、はいはいまあ、こう結構みんな他の女子メンバーとは、まあ、割とライバル関係にあったりしてたんですけども、まあ、ホウキが、まあ、落ち込んでしまって戦う意思をなくしてしまって迷っていたんですけれどもこのメンバーたちの叱咤激励によってもう一度戦うことを決意するもう一度戦いたいと思う、まあ、あのホウキの成長が一番見れるシーンなんですよねなるほどなんかもう水野晴郎さんの話聞いてるみたいですねすっごいなりましたけれども今の話をこう女性陣はうんうんってうなずきながら聞いていたんですが、すみません向こう側のですねあのこうはいあの向こう側の装飾系男子が非常に興味のない感じで違うの顔見えないからこうしてんのもあれかなみたいなはいすみません画面見てました画面見てましたあのあれですよねはい聞いてました、うん、言われてますよ、ああいう時は絶対聞いてない時ですああいう時は聞いてない時、はいまあ、ちなみにこのシーンってなんかイチカはまあ基本的にはちょっと倒れてるはずですよね本来はねそうですねそうですよねああいう時にこうイチカが出てこないシーンの時とかって内山さんこうあのアフレコの時ってどんな感じだったりするんですかどうでしたっけ無ですかねいやだってああだってうちよくなんだろうあの別部屋に閉じ込められてたんですよねそうアフレコ IS そうアフレコ俺一人で、同じ時間にみんなでやってるんだけど一人別ブースでやってることがかなりあったスタジオの中にまた小さい箱みたいなのがあってそこでやってたんですよね、うちはそういう刑罰を受けてるそうじゃないそうだったのかなかなどうだったあのブースの中はみんなの後ろ姿はこう見てましたあ見てたそうだったんだ、はい、でもマイク増えて使いやすかったですね我々はねだからうちが戻ってきたりするとあーっていう空気になったりごめんねここ混戦してんだけどなみたいなあーもうでうちマイクに入るなって言われるしね大体ねそうそうなんですねうちのマイクだけ高いんだよねいろいろご迷惑おかけいたしましたもう本当に本当になんかあのもう今のこう1個目のシーンですでに内山さんの苦労も忍ばれましたね同時にそのハーレム状態の羨ましさと同時に苦労もあったんだなってことがとてもよく分かったんですがそして日笠さんが意外とこう真面目なシーンを選んできたことに関する意外性え失敗しましたねだってラジオとか聞いてるとどう考えても日笠さんここを選ぶと思わないんだもん、うん、なんか真面目なテイストで、うん聞かれたから真面目なテイストで返さなきゃいけないのかなって思ったんですけど、うん、メディアファクトリーの人の空気を読んだってことだよね読んだんですけどねそうするとこれがこう出てきたこれだったんですけどねまあ、うん、いけるんじゃないですかね、
どうしたんですか、なんで後半汚い声を使い始めたんですか。ということで、ヒカスさんは非常に重要なシーンを選んでいただいた、はい、僕は成長したところですもんね。はい、はい、ということで、まず一つ目、ヒカスさんが選んでくれた IS でございました。じゃ、それでは続いていきたいと思います。あ、今拍手しようと思った人、していいよ。あ、やめなくていいよ、そういうの。どんどんしてこうよ。甘やかさないように。ヒカさんは甘やかしちゃいけない。あ、そうなの。じゃあとりあえず、まあでもみんなは拍手とかいくらしてもいただいても変わらないですからね。今日自宅で DVD 見てるわけじゃないんだから、せっかくのイベントなんだから、拍手とかリアクションとかどんどんしていきましょう。さあ、それでは続いてですね、ゆかなさんに選んでいただいた IS でございます。では画面にご注目いただきましょう、どうぞ。ちょっとよろしくて。あ、なんですのそのお返事。私に話しかけられるだけでも光栄なのですから。それ相応の態度というものがあるのではないかしら。悪いな、俺君が誰だか知らないし。私は知らない、セシリア・オルコットを。イギリスの代表候補生にして入試主席の子の私を。あ、質問いいか。下々の者の要求に応えるのも貴族の務めですわ。よろしくてよ。代表候補生って何？あ？信じられません。第1話から選んでいただきました。はい、はい、みんなもう忘れちゃったでしょ。あのセシリアがプライドが高かったとか、そういうのを忘れちゃったかな、そろそろって思って。最初はというか、多分一応デフォルトのセシリアはそんな感じなんですけど、もうほら2話で違うからね。だからちょっと思い出していただこうかなと思って、初めて会った時のこと、なんか今のセシリアと全然違う元々の顔を一瞬思い出していただけたら。ました。はい。この後いっぱい楽しいシーンが続くから。セシリアのシャワー浴びながらこうやってってなって顔良かったですよね。そんな顔あったっけ。なんかあったじゃん、あったじゃん、シャワー浴びてこれはみたいな。ありましたよね、良かったです、ありましたよね。ウリムラいいですか。私あそこも好きです。いや、そして次のあのド頭からの変わりようったらね。そうですよね。一話の間に一体何がっていう。ね、いろいろこう心の成長があったんですよ。はい、そのビフォーアフター感じで、はい。間にいた匠があちらの装飾系男子だったところでございますよね。ビフォーアフターで言うならば。そう。出会って変わっちゃった人なわけですよ。本当にね、良かったのかな、うん、なんでその食い足りないっていうリアクションなんですか。なんとなく、いやいや、もう、いちかさんのおかげですわ。すごい照れてる、すごい照れてる。照れすぎだよね。はい、すごい。世界一煮え切らない答えとその後の深いため息。大丈夫ですか、彼が代表で。大丈夫ですか。いやいや、もうもちろんでしょう。皆さんの、ね、ありがとうございます。自然なリアクションをお楽しみください。でもここであえてお伺いしたいんですけど、もうこうセシリアって一番初め確かにこう気ぐらい高いキャラで来て、でもその後ずっと出れっぱなしじゃないですか、ほとんどの場合。ね、初めの2秒ぐらいだけこう気ぐらいが高くて、あと延々出れっていうすごい出れの多いツンデレキャラでしたけど、別に批判してないですよ、何も。それはそれで僕らとしては大変正しいなと思ってるんですけど、一番初めキャラクターの説明とか受けるときってこんなに早く出れちゃうもんだと思ってました。全然、もうずっと気ぐらい高くいくつもり満々だったっていうことを。言ってもいいよね、オーディションの時の資料もこういう、もう1話みたいんでずっと行くのかなって、そういうセリフしかなかったから、気ぐらい高いのばっかりだった。もう、そういう子なんだってその時点で思ってて、で、まあ決まったりとか、少し時間ができてから、原作を読んだらおーとは思ったけど、こんなに早く
なんかそのオーディション資料の感じだとこうそれまでが長いのかなって思ってたんですけど、いや2話にしてとはね、なかなかこうやりますよもっとしばらくちょっと高いところから行くキャラでいたかったと。いやでもなんかみんなと同じ目線の方が、多分きっとセシリア楽しく生きていけるし。ああ今セシリアの幸せを祈るモードに変わってましたね今ね。ああ確かにあのままってちょっと生きづらいですからね、あのエリート戦としては、ね、だってかわいそうじゃないですか、あのまま生きてたら。ああ確かに、あれ確かに。でもね、意外とセシリアって友達多くないですか。すっごい多いね、なんか気ぐらい高いからご敬遠されがちなのかと思いきや、意外と周りにはいじられキャラ的なね、多分ね真面目すぎていじりがいがあるんじゃない、普段から多分、なんかスガキとあの出れた後と共通だから、きっと長くいる旧友とかは、なんか見抜くんじゃないですかね、どっかね、意外と多分他のメンバーの中で多分一番友達が多い、そうそう、いつも人に囲まれてるもんね、友達放棄とかいないもんね、あの放棄もいないし私もいないかなあ、ひかささんがいるよ、いますか、いるよ、大丈夫ですか。だってお引っ越し手伝いに行くって言ったじゃん。来てください、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 お引っ越しでも私やっちゃいました。そうで、お引っ越しのお引っ越しの当日に来てくれていいから引っ越しそば作ってあげるねって言ったら、なんかちょっと今ちょっと忙しいんで、忙しすぎてちょっとバタバタなんでっていう話を、忙しすぎてね。そうなんです、またぜひ来てくださいら、引っ越しそばを、引っ越しそばに行くだ、ゆかなさんのそばを食べたい、どうする、セシリアみたいなんだったらキュッ、どうする、セシリアみたいんだったら泣きながら美味しいですって食べるのかな私でも最後まで食べます、そんなあじゃらじゃらじゃらとかしないです、しないです、絶対しないです大丈夫、なんか入って出して一口目から後ろ向いとくからあとは自由に、大丈夫、味見してください、ゆかろさん味見を、味見する、味見を、うん、まあ、これ現状はですね、もうこれ未来系の約束じゃないですか、引っ越し手伝いに行くって、空手方を元にいじられているという状態でしかないですからね、ということで、だってマリナが襲撃しに行くって言い出したの、2人で予定立ててて、でゆかなさんから連絡が来てどうするって言われて、じゃあちょっとひかさんに連絡してみるねって電話をしたら、ひかさんがちょっと迷惑だわっていうそうじゃないんだよ、違う、あの人嘘ついてます、そうなの、ちょっと今忙しいんでちょっと迷惑ですわそんな二人で来られてもみたいなテンションでしたねそんな二人であの髪の毛並みに持ってますって、ひどい、傷ついたわ、忙しかったんだよね、配線でね、来いよ花沢大事故だね、巻き込まれ事故だね、いやシグマさんにはお世話になってるんでねですよねですよねだとさあ以上、ゆかなさんの印象に残っているシーンIS でございました、ありがとうございました。さあ、若干キャスト陣の友情に亀裂の入ったところで、待ってください、続いてのシーンは当然ですが下田さんに選んでいただいた IS、 はい、はい、いやーね、みんなのにんまりした顔を見ようと思ってね、おそのためだけにこのシーンを選んだよ、お、はい、さあそれでは、はい、この大画面でご覧いただきたいと思います、いいよね IS のああいうシーンをこれで見られるってね、さあそれでは画面でご注目いただきましょう、どうぞ。ほいほいほい、リエさん、もういい加減、見ました今のみんなの顔を、下田さん、会場の空気を代表して一言言わせていただきましょう、はい、ありがとうございます、
いません、ゆかなさんのなんかいやらしいお声をこんな大音量で。リンさん、いい加減にしてください。まあ、正直こう下田さんとしてはこのリアクション、そしてゆかなさんも含めてしてやったりだと思うんですけど、はい、この選んだ理由とかちょっと聞かせていただいても。 IS というとですね、まずメカ、あとはラブ、そしてエロ。はい、エロ、エロありましたっけ。そうですよね、そうですよね。なのでまあ、これちょっと誰か入れそうな人いるかなと思った結果、私が入れるしかないかなと思いまして、はい、まあ、ちょっとセクシーなシーンを、リンにあんまりですね、お色気シーンがなかったんですよね。あ、ないですよね。貧乳だからだよ。今すぐそこに横になって立て。どうやるの、横どうやるの、横になって立つの、こういうことですか、横になって立つの。なんか胸相撲みたいなね。下ネタ浅見。だね、すごい、今まで氷川さんと唯一関係が良好だった下田さんとの間にも響いてしますけど、まあ、とりあえず、でもそのシーンを選びたかったと、はい、でもそういうことを選んだということは、自分がそういう声出しているところじゃなくて、まあ、今お言葉にもありましたけど、めちゃめちゃゆかなさんがそういう声出しているところだったわけじゃないですか。もう結構いろいろ出してますよね。セシリアさんと、はいはいはい、セシリアさんとシャルさんはすごいそういうシーンが多くて、はい、ね、すごいシャルのお風呂シーンとかも実は大好きで、まあ、なんですけど今回は自分のキャラクターの出てるシーンってことで、その中で、まあ、エロってものをここ探していくと、まあ、ピピピピピピーみたいな感じで、セシリアさんとの水着のシーンに、はい、でもそういうシーンって先ほど内山さんがもう他の部屋に隔離されている以上ですね、はい、同じそのシーンをこうなんですか、生身で見ていられるのはキャストの皆さんだけなわけですよ、はい、そういうシーンの時にどういう表情をしていたっていうのをあえて下田さんにお伺いしたいなというふうに思うんですけど、ゆかなさんとかどんな感じでいらっしゃったんですか、その時。あ、すっごい照れてる。すっごい照れてる、やばい、はい、下田さん、思い出してレポートをしていただけるとありがたいんですけど、ひかささんでもいいですよ、今ひかささんに目で下請けに出していたのも僕感じましたけども今、うちの先輩いじめるのやめてもらっていいですか。あ、そうですか、はい、すいません、じゃあすいません、先ほどいっぱい聞かせていただいたんで、もう一つそういうシーンが多かったというのはシャルさんだったっていう話でございましたね。じゃあシャルさんがどんな感じに演じていたのかっていうのもやはり下田さんに聞いてみたいと思うんですけども、いかがだったでございますか。いいの、いや、誰ですかこのイベントをエロイベントにしたのは。下田さんです、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 下田さんです。私じゃないよ、はい、今、さっき、たった今ここからなりました、絶対下田さんです。下田さんがそういう方向にイベントを振ってくれてもう一回言います、ありがとうございます。どうだったかこの後からもうピュアなもんですよ。ピュアなもんですか、はい、そうですか、さらっとね、わかりました。じゃあこの辺から、まあ、多分おそらくさっきね、もう僕らちょっと一瞬忘れてたんですけど、IS の魅力メカって言ってましたよね、はい、その瞬間にそういえばそうだったってちょっと思いました、ね、ここまで出てないですよね、ここまで今メカシーンがね、これから多分出るんじゃないでしょうかね、すっごいもう男の子もいるしね、はい、そうだよね、ですよね、はい、そうですよ ね、はい、期待してもらって構わないです。そうだよ、ここはさ、モビルスーツでジオンを救おうとしてる人なんだぜ。おー、そりゃ当然そういうことが、そうですよ、はい、起きてもおかしくないよね、はい、さあ一体じゃあそういう風な流れになっていくのか、順番としては次は花澤さんでございますんで、任しておけ、下田さんどうもありがとうございました。さあ続いては花澤さんの IS 印象に残っているシーンです、どうぞ。赤くなってる、本当にごめんね。いや、大したことない、それより、当たってるんだが、一花のエッチなんだ
すごい。なんかもうなんかあの圧政に苦しむ庶民を解放した人みたいな羽田さんになってましたけど、いやでももう気持ちとしては同じですよ。ありがとうございます。このシーンを選んだ理由を一つ。そうですね、はい、第一にこのセリフを何度撮ったことかと。そうなの？何回も撮り直してたよね。何回も苦労してたね。そう、なんか、もっと、来ないんだよなみたいな。もうね、音響監督のね、なんか調査がこだわっちゃってこだわっちゃってね。そうなんです。なのでこれ、はい、多分渾身の中島さんの渾身のやつだと思うんですけど、大丈夫でしたかね。いや大丈夫だって、あのリアクションを見て大丈夫じゃないわけないじゃない。はい、男性はみんなエッチとか言われたいんですかね。そうなんだ。エッチ。あのさ、この人たち、はい、頭おかしい。全くもう、なんていうんですか、もう今のがもしあの着声とかで配信されたら数百万ダウンロード確実ですよ。マジでマジで、はい、そうですか。そんな世界です。もうエッチって言われたいってことは、じゃあ分からないで、あそこはちょっと待ってください。このスケベ野郎。あのちょっとね、ダメですよこれは。後で怒られるパターンですよ、マネージャーさんに。そうだね、やめとこ、ここでやめとこ、ここでやめといて、ここで無視しとこ、はい、すみません。いやでもだから、エッチって言われるのが男性がこれだけ盛り上がるってことを理解しないままあのシーンをやってたってことですよね、花澤さんね。まあ、でも、あれだけ胸をこうグッグッってグッグッってやってる、だからきっとあのシャル的には積極的に行きたいところなんだろうなと思って演じてはいましたけど、まさかね、そんなにこんなリアクションが変えてくるとは、はい、こんなうおーってなるとは思わないです。でしかもそのあのこう音響監督さんの指示もなんかこうあのこういう風に言ってくださいとかじゃなくて、あなんかグッと来ないんだよなみたいな、そういう何、ね、でしょうね、脳で判断してるというかハートで判断してるみたいな。グッと来ないっていうかね、もう一回言ってみようかみたいな。じゃあ同じじゃん、お客さんと。違いますよ。お仕事とはいえ、お仕事ですよ。お仕事だったんですか。おかしい、おかしいです。怒られます、それも、はい、すいません、その言っていただいた後のこのやさぐれ感も含めてごちそうさまでございました。ありがとうございます。今気がついた、このシーンにこだわっているとイベントこのまま終わる。続いては井上さんに選んでいただいた IS 印象に残っているシーンいきたいと思います。どうぞ。だったら僕だけイチカと海で遊んじゃうけどいいのかな。それはダメだ。笑いたければ笑うがいい。おかしなところなんてないよね、イチカ。おう、かわいいと思うぞ。私は かわいいのか。そのようなことを言われたのは初めてだ。有村君。おー、なるほど。すいません、すいません、あのお隣のですね、あのちょっとなんですか、若年寄りの方がですね、非常に不満そうな表情を見せていらっしゃるんですけど。してないですよ。大丈夫ですか。素晴らしかったです。素晴らしかったです。水着履けてない感じ。そう、履けてない感じね。お尻半分出てる感じね。うちもくん、ああいうのがお好きなんですか。まあまあ、好きか嫌いかと言われればみたいな話ですよね。あ、なるほどなるほど、はい、あ、大好きだそうで。大好きだ、はい、大好きだそうで。あ、皆さんもなんか半分はけてない感じが好きみたいな感じで。あ、よかったですね。よかったです。まあでも井上さんもこのシーンはけてない感じかどうかともかく好きだから選んでくれたわけですよね。そうですね、あのどっちかっていうと、あのラウラの水着シーンって言ってスタッフさんにお任せしたら、スタッフさんの趣味であのシーンになりました。
まあ、一番いいところですよ。でもだって前編通したってどっちかっていうとあんなにストレートに出れてるところあんまないですよ ね、 だからね。そうなんですよね、まあ、出れてからも、うん、まあ、割とやっぱりこうあまり恥ずかしがるとかそういう部分がなかったので、うん、ここが唯一のこう最強の出れシーンというか、うん、だったので非常に新鮮であり、ラウラのキャラ崩れてないかなってちょっと心配でもあったシーンですね。あ、でもそこのところでは全然こう崩れることもなく、むしろそこからまたこう怖いラウラにどんどん戻っていくわけじゃないですか。そうですね、今日このリアクションを見ていると基本的には強いのも好きみたいな人たちかなり多い感じが、あ、確かにそうですね、すっごいするこうなんかちょっと強い言葉を言われたいみたいな方が多いようで、今のこっち方面じゃなくてそういうなんかこう とんがってる方のラウラで、あ、ここが好きだったなみたいなって井上さんあります？あ、とんがってる方ですか。ちょうどあのとんがってるところからこう、うん、いちかとこう不思議な空間に入っていって、ニュータイプ的なやつ、ニュータイプ的なとこ入っていって、うん、この辺で通じ合ってピーンみたいな、これはいちかかみたいなシーンの後に、うん、こう初めて笑うシーンがあるんですけど、病室のシーンだ。そう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 、あそこはすごくこうラウラでどう笑っていいのかこう悩みつつなんか模索したシーンですね。はい、新しい違うラウラが見れたなというシーンでした。ああ、基本的には井上さんはこう女子キャラが出れるシーンが好きってことですね。好きです、好きです、大好きです、はい。分かってまいりました。お客様と同じ魂を持つ者は内山君と僕だけでなくて井上さんの中にもちょっとその気持ちが宿っていることが今、私もさっきかなちゃんにありがとうって思いましたよ。あ、はい、あの瞬間にね、あの瞬間にかなちゃんありがとうって思いました。それ言われた瞬間に花澤さんがもういい加減にしてくれという表情を見せた。すいません、大沢さん、すいません、でもありがとうございます。大沢事務所の方本当に申し訳ございません。さあ、それではですね、ここまでいろんな方のこうあの印象に残っているシーン聞いてまいりましたけれども、最後ここまでいいじゃないですか。もうね、はい、ラブとメカが売り物のインフィニットストラトス、はい、ここまでラブ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 とずっと来ている。申し訳ありませんが、エロはこの辺で終わりにしとこうかなと。次はね、期待してもらって構わないんじゃないかと。はい、男の子の気持ちがここにどう生かされているのか、最後は内山さんの IS 印象に残っているシーンでございます。さあ、どんなシーンが選ばれているんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。少し加減をしろ。はいはい、じゃあここはそこは やめて。すぐに良くなるって、だいぶ溜まってたみたいですね。これは一体何ですの。ここはダメだ、言って。ごめんごめん。内山帰れば。え、なんでよ。帰れよ。いや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 、なんでだよ。やっぱ豊口さんのことも思い出そうよっていうね。そうだけど、はい、なんでこの5人が出ててそのシーン選ばないの。メカでもないし、ね、ヒロインのシーンはみんなが選ぶかなと思って、やっぱこんだけヒロインって結局はお姉ちゃんかみたいなシーンを選びました。はい、メカでもないじゃん。メカなんで、ね、あとこれ収録のことを言えば、はい、IS ってこうアドリブで任されるシーンが多くて。待ってください、一応すごい重要な話ですよ。今のこのシーンがどこか、あ、確かにあのいわゆるこう口のパクに合わせなくていいシーンなんですよね。そうそうそう、いわゆるオフゼリフというか、ドアの向こう側で起きているところ、そういうとこ結構以下アドリブみたいなの結構台本に書いてあること多くて、シャルルとのくだりとか結構ね、アドリブやりましたね。アドリブあっていろいろ考えたりみたいなの結構ありましたね、うん、待ってください、そのシーンがあれがそうだったとすると大変な事態が僕らの中に
大変な事態ですか。大変な事態こと、あのシーンはどれくらいまで台本に書いた。あと湯浦さん何か言うことあったらぜひマイクでお願いします。大丈夫ですか。あのなんか大変なあのシーンはアドリブだったんですか。どこまで台本だったんですか。どこまでだったろう。待ってください。お、え、ちょ、え、どういうこと。今のだと少なくとも全部は台本ではないっていうことになりますよね、うん、はい、じゃ考えてみたいな言われて、うん、考えて多分6行分ぐらい台本で、あ、その後がアドリブで、そうそう、何回かやってる。そうなんですよ。ゆかなさん、もっとその話を詳しく。皆さんもあのシーン当然台本ご覧になってるわけですよね。いやでもまあ、アドリブといえば魚の骨取っての方が衝撃的でしたけどね。シャルとイチカが食べさせ合うシーンがあるんですけど、あそこアドリブ、完全なるアドリブだったもんね。完全に二人でどうしようかって言って、ね、書き込んで、いろいろアイデア出し合いましたよね。やりましたね、うん、アイデア出し合うっていうのがあるんですか。魚の骨がどうのこうのみたいなことをやりましょうよっていうのを、じゃあ言い出したのはどちらかみたいなとこあるんですか。どうでしたっけ、なんかご飯粒ついてることにしようよとかね。あ、そういう、まあ自然とそういう流れに、はい、自然とそういう流れに、いや思わず繰り返してしまいましたけれども今。で、はい、そういう相談ってでもいきなり言われるんですか。 IS の現場ってあのここはこういう風に伝えて、現場で、そうですね、あの台本に最初の何行かは書いてあって、例えば次のカット一杯アドリブでっていうのをアドリブでやってくださいってその場で言われて、え、何言おうかみたいな、うん、ありますね。だったよね。しかもアドリブで何とか言ってくださいっていう時の語尾のこうスタッフの人たちがちょっとニヤニヤしながら言ってる感じですよね。いえ、そこは至って真面目にね。業務として委託されているわけですね。そんな固い話でした。業務としてこうお互いになんかなんですか、ラブラブしながらイチャイチャ弁当を食べさせ合ってくださいという業務が下されているわけですよね。印象的なシーンになるようにという業務的なこう崇高な理念で、多分みんな吉田さんみたいな人ばっかりじゃないんですよ。本当に。でも俺今日ここに生きてると1400人は俺と同じような人だと思ってるんですよ。本当だ。それでアドリブで出来上がったシーンがいっぱいあって、今のシーンもちょっとアドリブだったし、それこそこうなんすかシャルルとこうお弁当食べさせ合うシーンとかもアドリブだったと。そうですね。いうわけですか。そうするとこうアドリブ魂とか日笠さんとか盛り上がったりするんですか、やっぱり。お、どうしたどうした、おどうした、ええ、いやー、おう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 、関係ない。よっち滑ってるよ。日笠くん、それはないよ。そんなの関係ない。ラスタラスタピーっていうアドリブは入れませんでした。そうでしょうね。どう考えても小島優秀が差し挟まる余地がないですからね。そうか。いや、ということで、あのキャストの皆さんが印象に残っているシーン、全員がどちらかというとそういう方面から選んでいただいたということで、改めてもう一回言いたいと思います。キャストの皆さん、ありがとうございました。印象に残っているシーン、略して IS お届けいたしました。私の嫁だ。その呼び方は勘弁してくれよ。あ、お前は千冬姉のことも好きなんだろ。だったら嫁が二人になるじゃないか。好きなやつは一人に絞れよ。どちらか一人、うん、両方。え、ずりー。好きな人は一人に絞れよ、お前が言うことかという感じですね。この作品でございますが、そうだよ、なんでしょう、なんか頑張ったけどなんか事故にあったみたいなこの感じ。ちょっと恥ずかしい分、お客様はその分喜んでますよ。気持ちが潤っていらっしゃいますよ。
ということで今のですねこのシーンなんですけれども、この4コマ漫画月刊コミックアライブで連載中の IS ひらがなで IS という4コマ漫画なんですけども、今回のイベントのためにこちらを連載されているコンタクト先生に漫画をいくつか書き下ろしていただきましょう。ありがとうございます。で今日のコーナー終わりにこうやってちょくちょく入ってきたりしますので、コーナー終わりも皆さんも気を抜かずについてきていただきたいなというふうに思うわけなんですが、さてじゃあ続いてのコーナーにここで行きたいというふうに思うんですけど、つい最近までインフィニットストラトスのラジオ番組を放送していたということでございます。IAS とか言ってたんですよね。挨拶ですねそれ。そうそう、じゃないですか。よくわかりましたね、私今まで忘れてました。おい君が考えたんだろう、皆さん IAS 転んじゃったパーソナリティは、まあ、氷笠さんと、はい、あの下田さん、はい、いやさ下ネタさんが務めていらっしゃったそれまた魅力を感じていうことなんですけど、やっぱりあのリアクションからするとかなり聴取率の高い番組であったことは今、うん、いやそうなんです、 ありがたいことに皆さんすごいいろいろいっぱい聞いてくださって、延長戦もやらせていただくことになって、あの予定から4回伸びたのかな、4回5回6回、2週間に1回やってて4回も伸びました。すっごい人気だったわけですよね、はい、なので今日はそのラジオ番組のコーナーから一つ出張してこの場でお届けしたいと思います。では参りましょう、 IS 学園新聞部。ではこのコーナーはですね、パーソナリティである氷笠さんと下ネタさんにご説明をお願いしたいと下ネタ、はい、はい、というふうに思ってるんですが、どんなコーナーですか、はい、ちょっと下ネタを織り交ぜて、やめろよ説明をそんな急に出ないぞですね、はい、IS 学園新聞部とはリスナーさんが番組から送られてきたなテーマにこのような答えを送ってくるという非常にうんなコーナー。ごめん無理よち無理無理、要は大喜利です。要は大喜利です。要は大喜利のコーナーですね、はい、いやすみません、今 P のところに勝手にすごいいろんな単語を脳内で挿入してしまいました。ご自由にどうぞ。ありがとうございます、はい、じゃあ今のオフィシャルに OK が出たところで僕らが、はい、はい、じゃあ今味わいました。じゃあそれではですね、今日は番組パーソナリティだった2人も、まあ、この大喜利コーナー回答者側に回ってもらってこのコーナーに挑戦していただきたいと思います。ではすみません、皆さんフリップをスケッチブックとマジックをスタッフの方に持ってきていただきまして、でこちらのフリップにこうお題の答えを書いていただいて、でこちらから指名させていただいた時に、はい、そちらのこう回答を見せていただきたいなというふうに思っております。ではよろしいでしょうか。では最初のテーマはこちらです。ヒロインに散々アプローチされても気づかない鈍感な一華ですが、実はこれをやられると一発で落ちるという弱点がありました。さてそれは何だったでしょうか。シンキングタイムスタート。こんなに全力で考えると思わなかった、もうちょっとサラサラっとくるかと思ったんですけども、さて井上さんのペンが走り始めた。でね、あとここのコーナーなんですけど、お客さんにお願いがありまして、このコーナーに関してはなんていうのかな、後でお客さんの判断が大きくこの先の流れに関わってきたりするので、楽しみつつ同時にちょっと鋭い目線でも見てていただきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。みんなに単位をあげよう、はい、おー早っ。じゃあそれでは一番初めに手を挙げていただいた井上さんの回答。あ、いいですか、これ勝手に手を挙げていい系のコーナーでしたっけ。まあとりあえずまあほぼ焦点と同じだと思っていただければ OK じゃないですか、なるほど、はい、はい、好楽さんみたいな感じで多分これね、最初に言った方が得だと思うんで。お、そういうこと、さっといきますよ。そ、これをやられると一発で落ちるという一華の弱点は一体何でしょうか。どうぞ。パンチャ意外とね、IS パンチラないんですよ。意外とそうだよ。そうなんで、おっぱいアピールは結構みんなそれぞれ持ってらっしゃるんですけど、はいはいはい、意外とこうパンツ的なものは見えてないので、さっきの内山くん の意見からしても、はいはいはい、意外と胸よりお尻派なんじゃないかということで。俺いつからお尻派になってるんですか、はい、今、2人のですね、青年男女がパンチラという言葉を挟んで映っているという状態で、はい、あ、イエーイ、ありがとうございます。でも確かに、はい、はい、パンチラは少なかったですけど、ゆうかなさん、じゃあそれでは見せていただきましょう。っていうかこれしかありませんわ。お、キャラ、おいしいお料理ですよね。ですよ、おいしいですもんね。
基本ですわ。あ、まあ、市川はそうかもしれないですけど、基本的に今内山さんが手を挙げてるんですけど、内山さん自体は普通の男性よりもだいぶ食が細そうな感じがすごいするんですけど、あんま食べないですね。あんま食べない。あの、そう、好きな食べ物は何ですか？お蕎麦かな。お蕎麦、おじいちゃんか。でもいつもなんかあの千冬役のあのめぐうに、はい、あの今日は何食べたの？違う、何食べたの？また食べてないの？なんか今週何があったか豊口さんに言わなきゃいけないことがあったとか、なんかね、あ、毎週報告してるんですよ。そう、毎週そうだったんで、なんかあったら報告しなさいって言って。そうそうそう、なんででしょうね。なんか健康に問題を抱えてる子が保健室の先生に何聞かれてるみたいな。なんか本当そんな感じ。毎週毎週。そうなんです。でお蕎麦食べましたっつって、はい、まあ。もっとカロリーあるもん食べなきゃダメよみたいな話。そんな感じなんですよ、ね。されてたわけですね。確かに美味しいお料理食べさせてあげた方が内山くん自体は何かいいことが起きるかもしれません。でも今日はおにぎり1個とか言うんです。そうなんです。さっきもお弁当を無理やり食べさせようとしたんですけど、うん、全然食べなくて。ね。うん。ご飯残したら下田さんが俺のご飯にハッピーターンかけてくれる。ひどいんですよ。なんかあの流行ってるじゃないですか、あのちょい足しっていうやつが、ね、ちょい足しグルメね、そうなんですよ、ふりかけみたいな感じでね、そう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 、粉々にしてかけてましたね。そうそう、なんかランキングお願いするみたいな番組で、あのなんかこうなんか見たような気がして、プルッとかけたら一口食べたらお腹がいっぱいになったとか言って、すごいですね。ちゃんと食べなよ。あ、みんなで、ね、一生懸命もう拾ってきた猫を育ててるみたいな状態になってというような、じゃあ美味しいお料理を食べさせればいいんじゃないかという。もちろんですわ。ゆかなさんの私の手作りと。確かにゆかなさんの手作りだったら、はい、うちは僕食べなきゃいけない感じするよね。いや、まあ、ね、セシリアの 手作りじゃない、やっぱセシリアの、おあ、セシリア痩せちゃう。なんですの？食べます食べます食べます、何でも食べます。意外とね、検索ワードの次にハーレムが出てくる人もいろんな苦労があるんだなとちょっと思い知るこの瞬間ですが、じゃあそれでは続いて今答えていただくのは、お、今一生早かったのは花澤さんかな。いや、最後になりたくない人がいっぱいいる。最後になりたくない感じの人がいっぱいいる。いきます、はい、じゃあそれでは花澤さんのお答えはどうぞ、はい、鎖骨をバーン鎖骨ね、待ってください、私ちょっと似てるんでいいですか、一緒に似てるから言っていいですか。ミカさんも言ってほしいですか。足の小指をこうなんかガン待って待ってください待ってください、え、意味は同じ違う、そうね、井上さんの、いやだから鎖骨でこっちは小指だから違うと思うよ。だって今の日笠さんと花田さんが同じ意図だとするならば、鎖骨をバンと折るみたいな感じだったんですよあれは。いや、人の急所ですから、これひよっちに教えてもらったんですよ。あ、人の急所はここだから。何の話をしてるんですかそれは一体。誰かみんなも襲われたら、はい、この鎖骨骨人の進めちゃダメだから骨簡単に折れるらしいダメだよそれ。バーンって言うとパリンって割れるから。ちょっとやってみよっか。ちょっと、あ、嘘、来て来て来てマジで逆に困るわ。小指も急所なんで、小指もガンこうなんかこうガンってなんでそんな詳しいの待ってください、これはでもあの、いちかでしょ、いちかでしょ、ごめんねごめんね、鎖骨をバンって、鎖骨をバンって見せるって意味でいいんですよね。え、違います。あ、違うの？あ、お互い、違う、ほら、いろんな意味で落ちる。ああ、落ちる、違い、じゃあ、ひかさが解釈で正しかったわけですね。そうですね、鎖骨をバーン、同じようなことですね。バーンってやることによって、あ、でも鎖骨好きですよね、みんな、うん、好きだと思う、多分出してもいいと思う。それもあり得る話。鎖骨はいいよね。そしたら、足の小指も好きでしょ。大ブーイングですよこんなに甘い会場でブーイング聞き出せるのがすごいですよ、むしろ。ってことで、足の小指バーンってやったら相当あそこは痛がるに違いないと。そうですね。でその後慰めたりしたらちょっとこう落ちたりするかもしれない。それだ。丸乗り丸ごと乗っかっていらっしゃいましたね。ありがとうございます。まあそういった解釈ですよね。いいですか、さっきも言った通り今日はお客さんに審査権がありますよ。さ、じゃあそれでは続いてまだお答えになってる下田さん。はい、あ、下田さんがやった、ごめんね、今分かった、反射神経においても下田さんの方がだいぶ勝っていることが、距離そんなに音速遅くねえよ光の方、うん、光の方だったか、もっと早いけどね、じゃあそれでは下田さんに見せていただきましょう、どうぞ。はい、専用の赤い軍服とマスクをプレゼントするなるほどね、なるほど、なるほどね、なるほど、どうでしょうか。これはね、多分スピードも3倍ぐらいになりますよね。そうなんですよ、そうだね、なりますね、どう、そうですね
あれそう待って、今気がついたんだけど、それ落ちか落ちるの関係あるかそれいや落ちるでしょうこれね。だってこれ男の憧れですからやっぱり。そう、あ、はい、ねえねえねえ憧れますよねこれねえ。数年経ったらサングラスをプレゼントしようかなそうね正しいけど、ええ、正しいけど下田さんの脳内にいる男性って秋葉原以外に住んでないよそれだと大丈夫、はい、住んでない。基本的にはそちら方面ではないか、そちら方面、あ、いちかもきっとそっち方面の人じゃないかと。そうです、いう解釈ですね。ねえ、ありました。さあそれでは丸投げされたご本人の答えはどうなのか。こんな最後に出すようなものじゃないんですけどねこれ。そしてなんで倒れそうになったんですか。すみません、ちょっと、あ、椅子だね、はい、大丈夫です。というかリアルなやつね、リアルなやつ、リアルなやつ、リアルなやつ。まあ男子ですからね、こんな期待を煽るようなこと。はい、いちかが弱いところ、はい、これやると一発で落ちるのはどんなところでしょうか内山さん。じゃじゃん、髪をかき上げる。これシャルルが、うん、あ、シャルルが、そう、シャルルがなんかこう、いちか寝てるいちかに中華なんかするときに、うん、あー、かき上げたのがあって、あ、 IS で一番グッときたとこがそこだったの。そこやっぱりシャルか、やっぱシャルか。そう、俺じゃないでしょ俺やってもしょうがないよ、自分に。俺じゃんそうなんですよ。あ、でもやっぱり男子目線としてはやはりもうこうなんですか、全員ががっちり掴んでる感じがしますよね、気持ちはね。あ、花澤さんやってもいいんですよ、うんうん、シャル気分っていうのは全員があったんですけど、もう完全にですね、すみません、ご機嫌を損ねた感じなんでこの辺にしてもよろしいでしょうか意外と一番エースな人あの人だからな多分、一番感じ、あ、目がすごいすごい目になってるんで、それでは今の1問目の回答について皆さんどんな感じだったのかというのをよく覚えておいていただきたいと思います。どうもありがとうございました。では2つ目のお題に行きたいと思います。次のお題はこちら、 IS メインヒロインズセンター争奪戦勃発。しかし優勝者にはブーイングが。優勝者は一体何をしたんでしょうかという、まあ、センターを勝ち取るまでに一体どういう戦略を取って、まあ、勝ち取ったのかと、そこに対してブーイングが起きたということで、どういうふうにして勝ち取ったのかを書いていただきましょう。シンキングタイムスタート。ゆかなさんマイク持ってましょうか、大丈夫ですか。大丈夫ですか。さあ今これで書いていただきたいというふうに思いますけれど、お、早っ。お、でもね、今ね、痛い目を見た内山君がなるべく早くしようとしてる感じがすごいですね。はい、はい、はい、では、はい、井上さんどうぞ。やったー、これ、もし DVD とかなる際は、はい、カットしてもらっていやちょっとね、時期が時期なんで、いきますよ、はい、総選挙で組織票、はい、別に何の総選挙とは言わないですよ、ええ、何の総選挙とは言わないです。全然いろんなところで言われてますからね。そうでしょ、この間だって不信任案が可決されたら総選挙でしたからね。そうでしょ、そうですよ。日本の民主制として全然正しい姿ですから。そうですよね、ええ、なので、まあ、別に何とは言わないですよ。あ、まあ、その総選挙で、はい、まあ、もしかしたら誰かが5500枚とか買ってたに違いない、まあ、可能性はありますね。800万近く費やした可能性はありますけどね。今日ね、かぶっちゃった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 。仲良しすごい。先ほどパンチラを挟んでいた2人がちょっとした国民的アイドルのネタでこんな風に今度はかぶるやっぱね、時期が時期だったら ね、うん、センターつったらね、時事ネタお二人でございます。センターつったらね、ら 確, かに確かにそうですね。普通この場合のセンターって外野手のことを意味しないですからね。そうですね、あ、そっち、あ、そういうことね。 そ, あ、その可能性もあったんだ。そうだね、そのボケしてる人がいたらどうしよう、一つ潰したかもしれない大丈夫かな、大丈夫かな。一番いいやつだったね、多分大丈夫だと思いますけども。じゃあそれでは続いて回答ができたか、全員できてる感じ。そしてこの日笠さんの必死さが何かをじゃあこれは最後は嫌なんです。最後は嫌なんですか、はい、じゃあひかささん行ってみましょうか。あ、まあ、じゃあひかささん、センターを勝ち取れた理由は何でしょう。そして怒られたのは、魚を食べさせあったり髪をかけたり歯型で泳いで書いてるか いろいろ忙しいからね。もう一回、髪をかけげんなり博多のまた
でもないです大丈夫、ひかささんもいろいろとね、なんかこうあのドラッカーを呼んで高校野球を甲子園に行かなきゃいけなかったりとかあの忙しいから。そうなんですよね、ちょっとイノベーションできなくて、まあ、裸でお風呂に入ってきたり同じ試着室に入ったりシャルだったり。なるほど、つまりシャルがと、この卑怯者が呼んだぞ。シャルめ、おおおおおおおもうやめよっか乗っちゃうからね、意外と乗っちゃうから。でもそう、意外と乗ってきちゃうから、意外と乗っちゃうんです、乗っちゃうからということで、まあ、簡単に言うと放棄からするとシャルが羨ましいってことですよね。いや本当に、うん、あの IS の話を通して、うん、もういちかがシャルを選ばないことになんか疑問を感じるぐらい、あそう、そこんとこね聞きたかったんですよ。ん？何のことだなぜあそこまでシャルがグイグイ言ってるのに気づかないのかっていうね。IS がゲームだったら一番初めに攻略してしまうのは多分シャルですね、あれね、あのルートだとすると。で、ホーキー意外とめんどくさいんですよ、多分めっちゃめんどくさいですよね、ホーキーね、あれみたいな、素直じゃないし、まあ、人の話聞いてないしですもんね、うん、そう、シャル落とすにはとりあえずラウル動かさなきゃいけないのみたいなめんどくさい感じの多分ルートなんだと思うんですけど、そうですね、でとりあえずそこだからこそ素直にいける感じのシャルが羨ましかった。そうですね、いやシャルはもう裸でこうお風呂キャッて入ってきたりとか、ちょっともうあの女子からはでも結構ブーイングを受けてる存在だったんですよね。もう確実に今のなんですか、誰からブーイングを受けてるかっていうと、ひかささんがシャルにブーイングしてるって話ですよね今のやつね。そんな私にブーイングするみんなみたいな、すごい、どんだけブーイングされたいんですかという、じゃあひかささんの回答でしたけれど、まだ回答してない方、はい、おっと、なんか今のゆかなさんすげえ可愛かった感じがするよな。可愛かった、可愛かったです、ひどい、はい、いや、ああいうこうなんかお嬢様な感じの遅れてくれ方って素敵みたいな感じしますよね、なんで俺は一言発するたびに花澤さんのご機嫌を損ねているのか。花澤さんの回答を見るに最後で大丈夫です。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あそこに一人また同じ魂を持っている人から助け舟が出た、ありがとうございます。大丈夫だと思います。ゆかなさんでいいですかね。え、まっとうですよ、すごくまっとう、はい、お願いします。これでしょ、サンドイッチ対決。サンドイッチ対決、え、これ以外に思いつく、思いつきませんわ、私つかないですつかないです。あとはあのフィッシュ&チップス対決ぐらいですか。あ、ね、基本的にこれだけ有無を言わせない空気が出たらその通りでございますありがとうございます。じゃあ、セシリアですから、はい、私じゃないですか。あ、なるほど、セシリア側が文句出てるとしたらこういう感じ、はい、っていうことですかね。あ、誰って書いちゃいけないからめくって書き直したのに言っちゃった。あ、すいません、失礼いたしました。ありがとうございます。あ、本当だ、後ろから見るとちょっとうっすらと、セシリア、書いてあります。ありがとうございます、いろいろと気遣っていただいて、もうほとんど全員がルール無用になっている中で一人ルールをちゃんと守っていただいたそのことがとてもありがたいです。ありがとうございます。では、あの先ほどのお答え通りですね、下田さんが必死に最後は嫌ですっていう感じで手を挙げてきていますが、はい、じゃあそれでは下田さんに聞きましょう。センターの、取った優勝者にブーイングが出た理由は何でしょうか。どうぞ。お先に、お証拠か弓鶴先生をたぶらかした。あ、それはいかん。これがね、確実ですよ。あ、原作者に向かって、はい、おそらくあのツイッターでリプライとか飛ばしたりしてるんでしょうね、はい、先生ごめんなさい、きっと今先生も、あ、じゃあちょっと次から今まであんまりやってなかったけれど、はい、ちょっと中国人萌えとかも書いてみようかなみたいな感じに今させている可能性。書いてください。リーを一組にまずクラス替え要請、まずお願いします。確かに接触だんだん離れてくんじゃないかって噂があって確かにね、なんか別棟みたいなところに入れられるんじゃないかみたいな3組とかじゃなくて、うんうんうん、なんか離れみたいな一人だけあの芸術家かなんかに入れられちゃうみたいな。そうです、そうです、転校してんじゃない、転校、転校、転校おいこらはい、このラジオやってた2人は仲がいいの悪いのどっちなのさあ、ということでそんな回答だったんですが、最後井上さん推奨の花澤さんのお答えが残っております。もう出すからね
それでは次のお答えは花澤さん、はい、一体センターを獲得した優勝者にブーイングが起きた理由は何でしょうか。どうぞ。シャルだと思ったら違う人だったシャルだとも思わないよこれ。誰？どこがシャルなの？なんかこれあの古谷実先生とか描きそうなキャラクターにすごいなってますけど。なんかそこの胸にあるなんかの魚の骨みたいな傷だと何？違います。マッチョなんです。マッチョ。マッチョだ。ガリガリだと思った。ガリガリだと見えるの。ガリガリ。裸なの。裸。裸なの？男なの？男なの？裸、これ大手術を経験して生き延びてきた人じゃないですか？大丈夫、大丈夫ですよね、うん、で、これで、すいません、今のキャラクターが絵的に面白かったんですけど、すいません、センターを貸し取った理由が全くわからないんですよこれちょっと説明していただいて。身体能力が優れていたためにマッチョだからね。マッチョだからっていう風に、これマッチョだから、はい、運動能力でセンターを選ぶなんておかしいだろうと、うん、女の子なんだよね。いや男の子ですもういよいよ本格的に誰っていう話になりますね。 IS メイン、ね、ヒロインズって書いてあるのにみたいな感じになりますけれども、もう終わりにしましょう。はい、そうですね、はい、ありがとうございます、その昔花澤さんは子供の頃目に見えない敵と戦っていたことがあるというのを思い出しましたそのエピソードを、うん、ちょっと思い出してということを会場の皆さんの補足としてお伝えしてご判断いただきたいというふうに思います。さあ、ということで楽しくお届けしてきたこの IS 学園新聞部のコーナーなんですけども、ここでですね、会場の皆さんに誰が一番素敵なパフォーマンスを見せていたのか拍手をしていただきたいと、全員に対して拍手をしていただきたいと思うんですけど、まあ、それで大きいとか小さいとかで何かが起きるということになってるわけですね。さあ、一体勝者は誰になるのかということで、まずはじゃあ内山君から投票してもらいます。内山君が一番良かったと思う人拍手。あ、こんな感じ、ありがとうございます。続いて井上さんが一番良かったと思う方拍手。続いて花澤さんが良かったと思う人拍手。柴田さんが一番良かったと思う人。おや、あ、バラ。そしてゆかりさんが一番良かったと思う人。お、あ、おお。そしてひかすさんが一番良かったと思う人。一部じゃん。待って待って待って組織票、組織票、組織票あれ、なんかそこら辺の人とか拍手していいんですよ、そこら辺の皆様、うん、いいんですよ、いいんですよ。まあ、ひかすさんは明らかに一部にコアに訴えたということはとてもよくわかる、コアファンを捕まえた感じはすごいするんですけども、一番拍手が多かったのというとゆかなさんか花澤さんかな、どっちだと思う。ゆかなさんか。じゃあ、ということでこのコーナー勝者はゆかなさん。で、実はここで勝者以外の皆さんにはここでここで楽しい楽しい、いや恥ずかしい恥ずかしいゲームをしていただきたいと思います。その名もはいアーンゲーム。ではどうぞ皆さん前に出てきていただきまして、そうなんです、あのインフィニットストラトスといえば、なんだかわからないけれどもあーんって言って食べさせるシーンが無性に多い、そんなアニメだったと思うんで、今からあのゆかなさん以外の5人の方には、IS ならではのゲームをしていただこうと思いまして、今ここに出てきている、まあ、明らかにこうシュークリームとか出てきてますよね、ちっちゃな。でプラス5枚のカードが今ここに出てきております。この5枚のカードを1人ずつ引いてもらって、でゆかなさんが、まあ、簡単に言うと王様です。王様として何番と何番があーんして食べるみたいな指示を出していただきたいというふうに思うわけですが、じゃあ負けた、あのすいません、あのキャストの皆さん前に出てきていただいてカード引いていただきましょうか。どうしよう。あ、でもなんかこれ俺らさんはもう指示を出すだけで大丈夫でございます。わさびとかは入ってない。うん、そうだよね、わさびとか入ってないですよね。あ、なんか気がついた、一枚。え、そういうあれもあるの。それ言われた瞬間に近瀬さんがむしろその方が受けて立つもんだっていう感じに一瞬一瞬本当わさび食べれないんでね。あ、そうなんですか。一瞬入れみき立ちましたけど、きっと大丈夫だよ。さあ、ちなみに食べさせっこあーの時のセリフは、まあ、先ほどあの本編の時にいちかとシャルは、結構アドリブが多かったということで、なんかあの単に食べさせるだけじゃなくて、なんか言いながら食べさせたりとか食べたりとかしてほしいというオーダーがメディアファクトリーから来ております。
けは。何？何？なんすかあのマウントするやり取り。え、ちょっと待って、シグマセブン何してんすか。何してんの。あれやっちゃいましょう。どれ？どれ？あれって何？どれ？っていうか、さり際に、まあ、いつものことなんでだいぶ慣れてきたんですけど、さり際にすごいお尻を撫でていた人がいる。すごい、超無意識でした。無意識、超無意識でした。もうなんかさ、最初に会った頃は断っ、まあ、断ってっていうのもなんなんだけど、断ってなんかちょっと触っていいですかって言ってたんだけど、だんだんなんか歩き様にムニムニってして、もうなんかすいません、自然な行動として触ってました。すいません。大丈夫です。そういう投手コーチ結構いらっしゃいますから大丈夫です。そうですよね、ピッチャー交代の時だと思いますが、じゃあそれでは指示はあくまで何番と何番があーんで食べさせるというのを横田さんに指示していただきたいと思います。では発表どうぞ。言えばいいの？はい、わかりました。5番と司会者が、え？やっちゃってください。言っちゃってください。え、5番、やられた。こう来るとは思わなかった。うちは僕完全にあの井上さんというセカンドランナーにサイン盗まれてたんだよ。はい、5番なんかおかしいなと思ったんですけどね。なんで誰得だよね、本当だよね。ほら、やるの、やるのマジで。じゃあやらない。えっておかしいだろ。A もおかしいよね。 A もおかしいよ。今のニーズがあったってことになっちゃうよ。今のいいよ、5番。ニーズ5番、いやいや、5番いいですよ。じゃあ分かった、5番、5番いいですよ。じゃあ2番がと4番が、うん、アンヒヤウ。お、2番と4番は誰？2番、誰？2番です。4番です。お、いるって言った時超盛り上がってたのに、なんでこれ今の。確かに静かなもんだよね。確かにあっちの方が盛り上がってた。私たち需要ないんですか ね、やんないよ。これアドリブってのが難しいですよね。やだね、アドリブでしょ。でも得意だから。待って待って待って、どっちがどっちがどう得意なのかな。アシャルが今までここまで見せたやつが、魚の骨取ってですか。やめろ。え、まあ、相談とかはもうご自由でございますし、もうあの食べさせ合ってくださいっていう方に関しては別にどんな食べさせ方をしてもそれは自由ですから。どんな食べさせ方をして、どっちがあげるんですか。もうそれでは両方お互いに食べさせ合わないと、やっぱり王様の言うことは絶対。王様の言っていただいている通りにしましょう。さっき王様が とりあえず男子を許してくれたことがすごいホッとしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれでは、まずはこの2人に食べさせ合っていただきたいと思います。下田さん、花澤さん、どうぞ。リン、何？僕男だってのは知ってるよね。男だっていうのは知ってる。だよね。イエス。これをこうするとどうなるか知ってるよね。うわー、なんくる。どうなるの。それは食べてからのお楽しみだよ。あーして、はい。フォーリンラブ。シャル、私が女だっていうの知ってるよね。知ってる。こうするとどうなるかわかるかな。どうなっちゃうんだろう。じらすなよ。
ございました。何このコーナー、それは絶対嫌だ、これは難しい。いや、このコーナーなんですけど、今ひかささんのリアクション見てました、すごかったですよ、ひかささん。一番初めの食べさせ屋たちから、おー何してんのよ、欧米のリアクションでしょ、それ。欧米でした、欧米だった、かなりリアクションが。いや恥ずかしい、いや、これはこのコーナーは汗かきました、汗かきました、やだ、もうちょっとやだー、何あの人、どうしたの、喜んでるの、それともどっち、どっちどっちも、顔がほえてるよ、なんか興奮してます、とりあえず深澤くんが、深澤さん興奮してますね。いや、ってことは、はい、でもそれだけのことをさせられた2人としてはちょっとやっぱり悔しい思いもありますね。悔しい、悔しい、これはもう再生を表示 やりなよ、ねえ、やってよ、マリナさんもやってないからなるほど、ね、いやでも勝ったし、今見てください、だって私だって番号選ばれてなかったんで、番号選ばれてなかったですよね、いいですよ、ただ見てください、あの女王のこの有無を言わさないと、ゆかりさん目力強いんですか、いやでも、ええ、女王もやってないし、強い強い強い、なんちだどっちだ、うちの女王やってねえし、そう私女王の案とか見たいし、おー何のこと、素直にお二人でやっておしまいなさい、ここは正々堂々と勝負しましょう、そうですね、これは収まりつかなくなってきたんで、1、2、3番だけカード残して、今度はじゃあやってないお三方でゆかなさんとあの井上さんとひかささんでそれぞれにこう引いてもらって、うん、で、俺が決めましょう、不正があるんじゃないのか、なんで私が触るって不正だったよ、俺が決めるよ、え、うんよ、うちの王様、なんでそんな不満そうなんですか、なんでうち混ざんないの、いや俺は王様やりたいよ、そうでしょう。そりゃ私たちは王様からほど遠い入り方してたよね、王様やらせてくださいよ、さあ、王様というよりもほぼ一人の農民の訴えがここやらせてください、やらせてくださいと、お願いです、大丈夫です、あ、じゃあとりあえずあのお代官様にお願いして、よろしくお願いいたします、お代官様がとりあえず直訴を受け入れてくれましたんで、あざす、じゃあそれではまずはお三方にカード引いていただきましょう、どうぞ、これだ、まあでも何番か分かんないからね、そう、分かんないですから、1から3で選ぶんだよね、1から3で、で、そのうちの2人にやっていく、じゃあ、いきますよ、うち頼むよ、頼んだよ、うち頼むよ、これはどっち誰が正解なのか、3番と1番が組み合わせは5、おぉ、お2番、おぉ、この場を完全に裏から操っていたのは井上さんだったとしか思えない、ゆかなさんという女王の後ろに立っていた摂政が一人いましたみたいな状態になってますが、それではさあどうぞ、女王とさっきテンションを上げていた奥様一人前にどうぞ、ね、先ほど韓流ドラマを見てる奥さんと同じリアクションでした、本当恥ずかしいです、本当恥ずかしいですか、じゃあもうとりあえず手に持っていただいて、これキャラなんだ、ダメだ、私今ちょっとごめんなさい、下ネタしか今思い浮かんでない、ダメだよ、ダメだよ、なんで私を見るんだよ、高貴な方が相手ですから下ネタとかダメですから、今キャラでいいよ、相手はカッパレですよね、手に持っていただきまして、ひかさんとゆかなさんにお願いしましょう、どうぞ、セシリア、私の剣道の腕前どうだった、何気ない話から始まりました、そうですわね、剣道は私はあまり得意ではありませんけれど、セシリアがやったらすごく似合うと思う、おありがとうございます、でも袴は着てみたいと思っていましたわ、よし分かった、お今準備させる、お近寄ってきた、近寄ってきた、なんで近寄ってくるんですの、私という袴を着ていく、クラリスは私だ、さあ、ふむ、アーンという文化が日本にはあるのか、なるほど、なるほど、なるほど、アーンとはシュークリームを
2個、いや3個、いや4個。なるほどなるほど、一気に人の口の中に押し込む行為だと。なるほど、クラリッサ勉強になったよ。間違った知識だ、やめろ、本当にやめろ。さあ、ホーキン。でも王様の言うことは絶対ですわよ。ああ、そうだな、後戻りができないぞ。シノノのホーキン、私は聞いたことがある。お前がアーンに憧れてるというか。ホーキさん、せめて二つにしてやろう。はい。願いが叶うシュークリームを召し上がれ。あー、あー。後ろ向いて、後ろ向いて、後ろ向いて。しばらくお待ちください。ありがとうございました。はい、もういいよ。おかえりなさい。お前らのシュークリーム受け取ったぜ。最後なんか友情が芽生えた感じでしたけれども、ゆかりさん、いかさん、どうもありがとうございました。もうほぼ確実にクラリッサが見てる DVD で加藤茶が出てるやつでしたよね、間違いなくね。それで日本文化を完全に学んでるんだなという感じがいたしましたが、すっかり忘れてましたが、このコーナー、ラジオのからの出張コーナーでございました。ラジオ IS より IS 学園新聞部イベント出張版でした。ありがとうございました。そのリボンよく似合ってるね。そうか、これはいちかにもらったのだ。ああ、僕もね、このブレスレットをいちかにもらったんだ。私はいちかにブラジャーやあとシュークリームとかもらったし、風呂上がりの姿を見られたと。僕はパンツを あとお風呂に一緒に。あっ、待て、続きを言え、気になるではないか。やだやだ、恥ずかしくて言えないよ。じゃんじゃん。ホーキー、今年ももうすぐ例の日だな。何のことだ。私の誕生日は終わったし、お前の誕生日でもないだろ。何言ってるんだよ、忘れてないぜ、年に一度のお前の晴れ舞台。私は全く記憶にない。わけのわからない言いがかりはやめてもらおう。次回、恋に焦がれる六重奏。夏の終わりはいつかお前と二人で過ごしたい。そうです、この見たことのない予告編で皆様お気づきの通り、インフィニットストラトスアンコール恋に焦がれる六重奏ブルーレイ&DVD 発売決定。待ってたよという声が聞こえてまいりましたけれども、こちらですね、収録されるのはテレビ版12話のその後のストーリーとなる完全新作の未放送エピソードでございます。で、これタイトルが恋に焦がれる六重奏と。ちなみに六重奏にはカルテットみたいな言い方はないということでございまして、発売日はですね、2011年の11月25日でございます。で、今日からこちらの会場でも予約もできるということになっております。で、どんな話が収録されているか知りたい方いらっしゃいますか。当然知りたい。ということでございますんで、キャストの皆様にお伺いしたいんですが、もう収録済んでるんですよね。はい、出ました。これは誰に話を聞くのが一番正しいのかな。どうなのかな。これはそうですね、いちかの家にみんなで遊びに行く話らしいんですよ。そうです、内山さん、僕の家にみんなが次々と訪ねてくるという始まりになっております。みんな一緒に行ったわけではありませんわ。あ、そうなんですか。みんながバラバラに遊びに行く、それぞれ抜け駆けをお目指しております。目指してというやつなんですね。で、いろんな人たちが行くんだけれども、一番初めに抜け駆けようとするのは誰なんですか、これ。まあ大体ね、決まってますよね。そうね、抜け駆け誰かな。
ねえ、まあ私ですよ。私じゃない、シャル、シャル、シャル。でその今までのこうあの12話通りのキャラクターも次々出てくるわけですよね。でそうするとやっぱりセシリアとか料理作ろうとしたりとかするわけですか。当然ですよ、やっぱり。やっぱり。なぜですの。いやでもあのしばらくね原作の12話終わった後のエピソードで途端になんか道場ロックサルドと出会ったりしてるかもしれないですけどね。いきなり料理うまくなってないとも限らないですから。もともと上手ですわ。もともと、あ、もともと上手っていう。そうですわ。ご本人の理解っていう設定なんですね。もちろん。もちろんですよ。なるほど。でそして、ね、いろいろと間違った知識を身につけているはずの先ほどもあの明らかにドリフからですね何かをこう引いてきてしまったラウラ。はい、ラウラも間違った知識をもう身につけたままみたいな。ラウラね、意外とこれがまあいろんな知識がありまして、うん、日々成長しておりますのよ。ラウラもね、何かそれっぽいことがそこに。そうですね、まあでもラウラらしい感じの仕上がりですわ。影響されとる。そしてでこういうふうにあの基本的にもうここまでの人たちってツッコミがいないと成立しないことが多いわけですけど、ツッコミを担当しているのは今回もやっぱりリンが担当して。そうですね、はい、あの今回は結構ラウラが私の中であのターゲットなんターゲットターゲットあの萌えキャラなんですよ。あ、ラウラ私の中でリンがラウラに燃えるってこと。あ、なんか下田本人が下田さん本人 がラウラさんがすごい今回可愛くて、はい、あの結構一緒にいるよね。思い出して。愛情が一方的な感じがちょっと。リンとか一緒にいたやん。リケン。っていうのすいません、結論を振られてもこちらは事情を知らないわけですから。はい、まああのすごいあのまあみんなが今回お料理を作る。これ言っていいのかなってお話なんですけども、ラウラの料理も結構すごくて、あ、はい、まあ、それに対してこうビシビシツッコミを入れたりしているっていう役回りですね。あ、そして今最後に今こうやってこうあのヒカスさんがマイクを構えましたけども、ここまでホーキーの話が出ていないんですよ。順番的には私かなって思いました。そうですね、あのホーキーに関しては、うん、あのまあ、アニメシリーズ、テレビアニメシリーズで、まあ、最後の12話まで放送されて、まあ、ちょっとなんかイチカといい雰囲気になったんちゃいますのみたいなところで終わったじゃないですか。すいません、なんでいつまで出身地変わったんですか。どうなん、どっちなん、どっちなん、うん、行くんか行かんのんか、どっちなんかみたいなところで、ごめんなさい、性別も年齢も変わっちゃったな。ああ、まあ、終わってたと思うんですけれども、まあ、そこからのお話なので、ああ、まあ、ちょっといちかとほうきの関係とか、ああ、ちょっと今までとは違う関係性だったりをちょっともうの見ていただきたいなと思うんですけども、特に今日お集まりのお客様はここまで行くとメカもなんだけども、やっぱりああいうシーンが大好きみたいな方が多いですから。そうですね、そういう方からするととんでもなく、まあ、見せ場の多いそういった第13話になっているのではないかと。そうですね、もうあれですよ、後半は、ああ、ちょ、うち聞いてた今。聞いてましたよ。ほうき大活躍。適当なこと言いやがって。ほんと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 、ほんと今漢字にすると4文字しかなかったよ内容。ほうきが大活躍します。ああ、大活躍、棒読みだよ。ああ2回言いましたし、2回言ったし。ほうきは大活躍するかもしれないって感じですね。かもしれませんね、かもしれません。なんでそこで気負っちゃうんですか、そこでまた。なるほど、まあとりあえずこれが、11月に発売されることになってるわけですよね。はい、11月の25日、当然あのここで初めて発表させていただいた情報でございますので、はい、皆様5ヶ月楽しみに待っててください。よろしくお願いします。私にも何かくださらないかしら。え、セシリア何ももらってないんだ。あたしは幼なじみとしての思い出をもらったわ。そういうことなら私も旧友としての毎日を。そういうのって大事よね。一緒にお茶でもどう。いいですわね、ちょうど今朝焼いたお菓子がありますの。それは丁重にお断りします。いや、会場の全員が予想した通りのオチ。
なんですけども、その強烈なオチで一瞬忘れがちになりますけど、結果的に言うと二人とも何ももらってないってことが変わらないんですよ。あれ結構かわいそう。おお、あ、切れた、あ、すいません、うるさいってところに同意さ、でも本当に申し訳ございません、いろいろと、今日はですね、いくら怒られても俺もう全然足りないなという感じがすごいするんですけど、でもですね、トークショーのコーナーも、僕が怒らせることができるのもここまででございまして、トークショー最後のコーナーでございます。だってその分いいことがいっぱいあるよ。ぶっちゃけで言うと、俺こっからもう客席にいたくてたまらねえもん。そうなんです。最後にじゃあ本当に行こうかな。最後にふさわしいこんなスペシャルなコーナーをご用意しました。こちら、イベント限定オリジナル掛け星生テレコこの生アテレコなんですけれども、イベント限定で、しかも原作の弓鶴いずる先生がこのイベントのために書き下ろしをしてくれました。ありがとうという声も漏れてますがね、今回4コマ漫画といいね、オリジナルミニドラマという、本当に先生方は相当頑張ってくださったわけですが、それを生でここでやらせていただきたいと思いますので、キャストの皆さん準備をちょっとよろしくお願いいたします。さあ、そしてここで皆さんに一つ申し上げたいことがありまして、もう一つ申し上げたいことは何かというと、あのこの生アテレコがあった後に何が起きるかというと、はい、すいません、一番初めのところですね、オープニングで、あ、光る棒ちょっと早く引き抜いちゃった、折っちゃったみたいな方いると思うんですけども、あのあなたのサイリウムがこの生アテレコの後に大活躍する時間がやってくるわけですよ。だから簡単に言うと、あのこういうね、皆さんもすっごい今日よく分かってる、ね、対応力の高い皆さんなんで、あのきっと生アテレコの間はすっごい真剣に聞いてくれると思うんですよ。それでいいんですよ。だけどその真剣な空気からいきなり、あいみたいな空気に変わることになってるわけなんで、その辺なんですが、一番初めの立ち上がりが遅かったりするともったいないってことだけ言っておきますね。いいですか。生アテレコを真剣に聞く、そしてその最後がああいう風になってるってことは当然みたいな感じでお付き合いいただきたいと思います。さあ、それではこれから正面のスクリーンには、今回のドラマに合う背景絵もご用意させていただいていますので、足りない部分は脳内で保管しながら聞いていただきたいというふうに思います。それではキャストの皆さんに演じていただきましょう。生アテレコ、そしてあのコーナーです。どうぞ。今日の授業も終わった。いーちか。おー、りん、どうした？へへ。じゃーん。ん？なんだそれ？カラオケボックスのチケットよ。この前友達にもらったの。今日までの日付だから一緒に行かない？へー。なになに？このチケットは1枚で3名様無料になります。うわー、いや、それはー。じゃあ合計6人まで行けるな。俺とリン、それ以外は、ああ、ホーキー。なんだ、私は今から剣道部の部活があるのだが。カラオケ行かないか？ただだって。な、何？いや、私は、歌はその、ん？一緒に行こうぜ。いちかのやつめ、今日はやたらと積極的だな。お前がそこまで言うのなら、仕方がないな。あっ、いった、なんだよリン、なんで蹴るんだよ。うっさいうっさい、このこの、なんで他の女子誘うのよ、二人きりがいいのに、バカー。あっ、やめろバカ、蹴るな、パンツ見えてるぞ。うわー、うわー、一体何の騒ぎですの。リンさん、はしたなくってよ。あ、セシリア、ちょうどよかった。これから一緒にカラオケに行かないか。カラオケというと、あのって、私行ったことがありませんの。歌を歌うのですわよね。そうそう、個室で。個室？これはチャンスですわ。私の美声を披露して、いちかさんを虜にするという千載一遇のチャンス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 
ティアも決まりっと。あとは、あ、いたいた、チャル、ラウラ。お、何イチカ。大声を出さなくとも聞こえている。で、なんだ。二人ともこれからカラオケに行かないか。うん、行く行く。カラオケか。イチカって何歌うんだろう。日本人だからやっぱり演歌。楽しみだな。それにカラオケって言えばデュエットだよね。イチカと二人で恋人ソングとか歌っちゃったりして。僕ちゃんと歌えるかな。カラオケだと。ラウラ、少し待て。この私が一時撤退を余儀なくされるとは。あ、クラリスだ。私だ。至急カラオケに関する情報をよこせ。ふん、ほう、何？カラオケというのは江戸時代からあるのか。空になるとおけやが儲かる。どういう意味だ。わからない。ねえ、とにかくカラオケというのは何だ。う、歌う？この私がラウラ・ボーデミヒガか。あ、いや、待て。そうだ、イチカに手ほどきをさせればいいだけのこと。あれは私の嫁だ、問題はない。で、できれば隣に座ってだな。ああ、いたいた。ラウラ、もう行くぞ。あ、わかった。この私の実力、見せつけてやろう。さてっと、何を歌うかな。カラオケなんて久しぶりだな。あ、その前にドリンク注文しちゃうか。みんなは何する？では、私はほうじ茶を頼む。それでは私はアイスティーをお願いしますわ。ウーロン茶ね、氷ガンガン入れたやつ。僕はカフェラテにしようかな。あ、いちかは座ってていいよ。ミルクをもらおうか。この中では一番栄養価が高い。俺はコーラでいいや。うん、じゃあ注文しちゃうね。ああ、いいよ、俺がするから。シャルは歌うの選んでてくれ。しかし、歌か。何を歌えばいいのやら。ここはやはりバラードかしら。確か昔見た映画にいいのがあったような。中学の時歌ってたのは避けたいわね。なんかいいのないの。恋人ソングでデュエット。恋人ソングでデュエット。ん、文化があるではないか。よし、これにするか。決まったか。あ、いや、その、まだだ。なんだよ、まだ決めてないのか。あ、そうだ、ほら、これとかどうだ。ああ、私はこちらにいたしますわ。しょうがないわね、選んだわよ、もう。じゃあ僕はこれにしちゃおう。ふむ、私はこれで決まりだな。よし、ではみんな、そろそろ歌うとしよう。ライブコーナースタート。ライブパートも一切手を抜くことのない盛り上がり、どうもありがとうございます。皆さんが見ていただいた時にこうなんかエグザイルっぽい動きがあったりとか、こうなんか戦隊ものっぽい感じだったりとか、あの他にもこうなんかキャノンがグワーっていったところとか、皆さんもう一回体験したい気持ちとかすっごいありますよね。ありますよね。ということで最後にまたサプライズ情報を用意してあります。皆さん再びスクリーンにご注目ください。本日のイベント IS ワンオンフェスティバルブルーレイ&DVD 発売決定。そうなんです、本日のイベント、自分が見ていないところであの人は一体どんなことをしていたのか、実際のところね、ヒカスさんがですね、あの下田さんとあのこの花澤さんが食べさせ合っている時にどんなリアクションを取っていたのか、そういったところももう一回ブルーレイと DVD で確認していただきたいと思います。発売日は2011年10月26日他にも今日楽屋裏のところにカメラいっぱい入ってるんですよね、実際ね。そうなんです、
そうなんですよね。いっぱい皆さんもコメント取られたりとかしてたと思いますけれども、そちらの方もこちらの DVD とブルーレイの方に入れさせていただくということになってまして、詳細は今後の公式ホームページで随時確認していただきたいのと、こちらの方も今日もう会場で予約できるんだって。ということで、ぜひご利用いただきたいというふうに思っておりますが、さて今回のイベントなんですけれども、そろそろエンディングの時間となってしまいました。ごめんね、もうね、さすがにいろいろとね、もういい、みんな気がついてる、5時からかかってるから皆さん3時間以上立ちっぱなしなんじゃないですか、もう、前の方とかまだまだいけるいろんな人がいるんで、これから帰ってさ、ごめんね、俺も家帰ってさ、今日さ、娘にね、あのキュアホワイトと仕事してきたんだって自慢する仕事みたいなのが今日残ってますんで、今日ここまでとさせていただきたいというふうに思っております。ということで、最後に皆さんから一言ずついただきたいんですが、まずは栗林さんからお願いします。はい、私はもう IS が大好きで毎週テレビで見ていて、あのこの作品に関われたことは本当に私の誇りです。あのストレートジェットはあのこれからも大切に歌っていきますので、皆さん、作品の方もあのずっと応援してください。今日はどうもありがとうございました。続きまして井上さん、お願いします。はい、ありがとうございます。皆さん今日は楽しかったですか？よかったです。本当に前の方でちょっとがぎゅうぎゅう詰めで3時間立ちっぱなし、本当大丈夫かなと思ってたんですけど、皆さんまだ大丈夫ですか？よかったです。本当にゆっくりお家で休んでください。本当に今日はですね、すごく皆さんがこの作品を愛してくださってるんだなという思いがすごく伝わってきて、出演者一同すごく楽しんできっとイベントをできたんじゃないかなと思います。このラウラという役をやらせていただいて、非常にありがたかったですし、またね、1期と言わず2期3期とやっていけたらなと思いますので、そのためには皆さんの応援が必要ですので、今後ともどうぞ、IS を末永くよろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして花澤さん、お願いします。はい、すごい元気だね、みんな本当に歌っていて すげーって思いながら歌ってました。IS ってこんなにたくさんの人に支えられてるんだなっていうのを実感しました。なので、なんか聞くところによると DVD の売り上げがいいって話を聞いて、だから本当に2期ができるかもしれない。そうだよね、買わないとここにいないもんねありがとうね。で、10枚買ったの？勇者だね。あ、で、なので続けられるようにこれからも応援よろしくお願いします。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。それではゆかなさん、お願いします。はい、ありがとうございます。すいませんでも本当にね、可愛い女の子がいっぱいで楽しかったでしょ。私楽しかったですはい、みんなをいっぱい堪能して、いい思い出でほっこり帰って、今日いい夢見てくださいね。はい、良い子ですねでもね、またね、これからも次もね、またこんな機会が持てるといいなと思うし、今日来られなかった人たちも来られるような機会が持てたらいいなと思っていますので、皆さんこれからも IS をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。さあ、それではひかささんに抱きつかれていた下田さん、お願いいたします。ありがとう。ISにはアニメ、そしてラジオで
ヨッチと一緒に関わらせていただいたんですが、もうオーディションがあったのが1年前で、本当にあっという間だったなという感じですね。今日こうやって6月5日のイベントっていうのをもう年末ぐらいからみんなですごく楽しみにしてました。で今日はですね、最終回のアフレコの後に私がちょっとなんとなくやったあのオリジナルの振り付けこれをですね、メディアファクトリーさんのご好意でアンコールの一番最後にみんなで一緒にやろうじゃないかという話をいただきまして何をやり始めたんだって思われた方も中にはいらっしゃったかもしれないんですが、本当にみんなもうありがとうございます、本当にはい、そして、このアンコールの様子ね、また見たいという人は帰りにDVD とブルーレイの予約をして帰っていただけたら嬉しいです今度はですね、もっともっとたくさんの人と IS のこのイベントを共有できるように私たちも一丸となって頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。それでは日笠さん、はい、お願いします。私すごく IS が大好きで、この IS ラジオでもすごいもうイベント楽しみ楽しみってずっと言っていて、でなんか今日それがその日なんだっていうのがなんかやっと今実感が湧いてきて、今遅いけど、でもなんかこうすごい準備期間が短いし忙しい皆さんとなったんですけど、なんかこう頑張ったなって思いましたし、ね、すごいいっぱいいっぱい頑張ったスーパースーパーストリームが皆さんすごい盛り上がってくださって本当に嬉しかったです。はい、頑張ってよかったって思いました。ありがとう、本当皆さん楽しかったですか？もうそれが聞けただけでもう幸せです。ありがとうございました。また IS をよろしくお願いします。そして最後に、ね、はい、ありがとうございます。みんなやっぱ今日、男一人だったので、なんか申し訳ないなっていう気分もあったんですが、でも気づいたら、みんな気づいたかどうか分かんないですけど、僕と内山君最後あそこで客席で見てたんですよ。はい、控え席で本当に観客の皆さんに温かく迎えていただいて、本当にほっとした気持ちでおります。あと一番重要な仕事は最後駆け抜けることだったんで、ちゃんとできたのでよかったなと。はい、いや本当、収録の時とか皆さん本当にダンス練習してるというかダンス考えてる様子を間近で見ていたので、それが実現されたのを見ているとなんか感慨深いものがあるなと袖で見ておりました。本当かっこよかったです皆さん。それを応援するみんなを2回で見てたんですけど、 IS はこうやって熱い思いに支えられてるんだなっていうのを本当に実感することができました。そうなんですよ、ここでこうやってサイリウム振ってた人たちはみんなあなたになりたくてしょうがなかったわけですよ本当ははい、ありがとうございます。だけどその務めを内山さんは十分果たしてくれてますよね。実際のあれはとても楽しかったです。ありがとうございました。ということで、こういったイベントをやることもできて、 IS のこの人たちの異常なポテンシャルの高さは皆様にももう分かっていただけたと思います。実際のところこれだけで終わらせたらもったいないみたいな気持ちありますよね。当然ありますよね。そういった気持ちなんですけれども、全ては僕らがどうこうすることではなくて、今お集まりの方々がどんな評判をそしてどんな行動を起こしてくれるかによって今後関わってまいります。ということで、わかりますか、そうです、本日の、はい、なんですか、何枚買えばいいんですか。それに関してはもう自分たちのお財布でいけるだけのことをやっていただければと、いうふうに思います。であとそういうなんか予算に関しては無理だなという人たちもですね、異常なほどツイッターとかミクシーとかやればいいんじゃないのみたいな、そんな感じだと思いますが、そういうふうにして今後もここで IS への愛情を終わらせないで続けていくことできますか。大丈夫ですよね。それではその約束を胸に本日はここでお別れしたいと思います。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。
ました。ありがとうございました。ありがとうございました。しょいしょい、もう一回ね。何言ってるんだシャル。頑張れ。ほら早く言わないとみんな帰っちゃうよ。分かってる。今日は IS ワンオフフェスティバルに来てくれて、その本当に嬉しかったぞ。ねえ、楽しかったね。楽しかったな。なので会場を出る際には押し合ったりせず、ゆっくりと余裕を持って退室なさるのですわよ皆さん。まあ良いお返事です。皆さん帰り際も優雅にお願いしますわ。ちなみにロビーの物販コーナーでは引き続きオリジナルグッズの販売を行っている。今日のイベントで解禁されたインフィニットストラトスアンコール、恋に焦がれる60層と今日のイベントのブルーレイ DVD の予約も始まってるわよ。よろしくな。そうだみんな、うちに帰るまでがイベントだからな。変なところに寄り道しないように。いちか、変なところってどこ？ね、どこだろうな。それよりほら、そろそろお別れを言わないと。分かってるの。ということで、まあ